風をひかぬようにしろ。賢者様の世界では、節分という日に、年の数だけ豆を食べる風習があるそうですね。オズ様やフィガロ様たちは大変そうだな。新しい年になってから、もう一ヶ月経ったんだな。時間を無駄にしないよう、気を引き締めていこう。 ふふ。<laughs> 暖かそうな格好をしていらっしゃいますね。賢者よ、寒そうじゃな。ほら、我らがぎゅーっとして温めてやろう。大サービスじゃ。賢者よ、我らは寒さで震えておる。ほら、かわいそうな我らをぎゅーっとして温めるんじゃ。 今日は寒いので、一日部屋の中にいることにします。声をかけないように。狼は寒くても元気だよ。北の国は、この時期が一番雪がすげえんだ。寒い寒いと嘆くなら、ずっと暖かい部屋に閉じこもっていればいいだろう。 なんだ、そんなに震えて。賢者様は寒さに弱いんだな。寒いですね。俺は手袋があるのが救いかも。片方を使いますか賢者様が嫌じゃなければ、ですけど。ああ、布団から出たくない。今日の朝飯当番、変わってくんない 賢者様、私のパイプの匂い分かりますか今日は、チョコレート味なんです。空気が冷たいから、今は毛布が大好き。毛布から出るのは面倒。一日中、くるまっていよう。旅をしていたせいか、寒さには強い方かも。でも、やっぱり寒い。 焚き火を皆で囲むのはどうでしょう。ゆらゆらと燃える火は心を豊かにしてくれます。吐息が白いと生きているって感じがするんだ。賢者様、そんな格好では風邪をひいてしまいます。よろしければ私のマフラーを使ってください。冬になると、 羊は干し草を食べます。青い草を恋しがるので、早く春になればいいなと。先月よりは暖かくなってきた気がします。でも賢者様、だからって外で遊びすぎたら風邪ひきますよ。